お疲れ。お疲れ様です。あのよ、内藤豊ちゃんいだべ。はい。水源でよ、はい、救急車で運ばっちゃった話も知ってっか。ああ、なんか動画で見ました、うん、だいぶ前から体調悪かったみたいですね。なんかそんな感じだな。はい。俺もよ、はい、あの人の杉ではね。はい。な、まあ、天下一武道会も音信不通でバックれてますからね、うん、そういう常識のねやつは嫌いだけんど、はい、やっぱりな、そういう病気になったやつのことはよ、俺も責めらんに。はい、うん、まあ病気になってよ、はい、まあ治っか治んねえか俺は分かんねえけんども、ちょっと心配ですよね。膵炎なんで、下手したら膵臓がんとかになったらやばいですよね。やばいな。だって膵臓がんってもう助からないじゃないですか。助かんねえ、ほぼ。うん、豊ちゃんまだ若いべ。45歳ですね。45歳。はい。65ではねえかってこと。65ではないですよ。65で俺まだ40代なのか、あの人。はい。はあ、まだ。なんか一回入院したらしいんですけど、うん、病院を脱走したらしいんですよ。マジで。はい。でまたすぐ救急車で搬送されたってことですね。まあよ、窮屈なのは分かっけんどもよ、はい、病気進行してからじゃ遅いしよ、はい、進行するのは頭だけで十分だべ、あの人。そうですね、うん、まあまあ、好きではないですけど、うん、嫌いですけど、やっぱり結構重病の可能性もあるんで、うん、まあ、ちょっと早く体調を治してほしいですね。まあな、治してよ、はい、ぜひ俺と戦ってほしい、そのうち、うんうん、そうですね。ところで雪がめちゃくちゃすごいですね。今日の朝まで降ってなかったんだけどな。いきなりこれだぞ。ちょっと降ってましたよ。降ってやった。はい。いきなりこれだ。これ東京の方も結構降ってるらしいですね。やばいよ東京は。まあ豊ちゃんもこの雪を見てるんじゃないですか。まあな、この雪見てよ、元気づいてくれればいいけどもよ。うん、東京の人は大変だ、こんなんで。だって1センチ2センチでも大慌てするんだべ今。はい。我々なんか20センチフローが30センチフローが、それが日常ですからね。うん、日常3時だからよ。はい、うん、雪降るの当たり前だと思ってっけんども、はい、やっぱりよ、こういうの家降られて俺も泣えるわ。じゃあまあということで、うん、まとめますと、内藤豊は嫌いだけど、まあ病人なんで一生懸命頑張ってほしいということですね。そういうことだな。はい。まあでもよ、一つ救いようがあってよ。はい。な、もし、はい、これでな、薬投与したとしても、はい、こっちの方は脱げる心配ねえからな。安心しろ。な。それちょっと不謹慎じゃないですか、あんた。それは言っちゃダメでしょ。カットしませんけど、それは一番みんな心配してることだから。はい。だべ、懇願してあーっていうのがねえから。まあでも、うん、結構アンチコメント多いですけど、うん、意外に愛されキャラなんですよ、あの人。なら意外に、意外にな。うん。まあ豊ちゃん、早くよ元気になれな。俺もよ見舞いさ行ってやりたいけどよ、いかんにがらな、ここで応援するからな。頑張れ。